1950から1951シーズンの NBA は NBA の5回目のシーズンである。シーズンは1950年10月31日に始まり、1951年4月21日に全日程が終了した。当時のバスケットボールは白人のスポーツだった。NBA にも白人選手しか存在せず、そしてファンの大半も白人だった。 そんな白人しかいない世界に初めてアフリカ系アメリカ人が登場する。ドラフトではチャック・クーパーが黒人選手として初めてボストンセルティックスから20名全体13位指名を受ける。またナサニエル・クリフトンはニューヨーク・ニックスと黒人選手として初めて契約を交わした。そしてアールロイドは黒人選手として 初めて NBA の試合に出場した。当時リーグ全体に比べ黒人選手の比率はまだまだ低いものだったが、後に急激にその割合を増していき、ついには白人選手を凌駕していく。1950年代後半には、ビル・ラッセル、ウィルト・チェンバレンのような支配的な選手も登場し、リーグにとって黒人選手はなくてはならない存在となっていくが、一方で、 白人ファンの NBA 離れも進んでいくことになる。ドラフトでは、チャック・シェアが、ボストン・セルティックスから全体1位指名を受けた。また、ボブ・クージー、ラリー・ファウスト、ジョージ・アードリー、ビル・シャーマンらも指名を受けている。地域ドラフトでは、ポール・アリジンが、フィラデルフィア・ウォリアーズに指名を受けている。NBL を吸収し、 バーから解消して2年目を迎えた NBA だが、一気に17チームまで膨れ上がったリーグを支えるほどの人気は、まだなく、このシーズン前に6チームもの離脱者を出した。NBA の前身であるバー創設時からのチームである、シカゴ・スタックズ、セントルイス・ボンバーズをはじめ、アンダーソン・パッカーズ、デンバー・ナゲッツ、シボイガン・レッド・スキンズ、ウォーター・ルー・ホークスが解散の浮き目にあった。 このシーズンにはリーグの人気低迷に拍車をかけるような19から18という衝撃的なスコアが記録される。またこのシーズンからファウルアウトが5ファウルから6ファウルに変更された。NBA 初のオールスターゲームが開催される。このシーズンからリバウンド数が集計されるようになった。1969から70シーズン以前はアベレージよりも通算で、 スタッツリーダーが決められていた。11月22日のレイカーズ対ピストンズの試合で19対18という現在も破られていないリーグ、最低得点が記録される。この試合は極端な例ではあるが、当時の NBA は発足以来平均得点を順調に伸ばしてはいるものの、ロースコアゲームが頻繁に展開されるような事態が続いた。最大の原因は、 当時のバスケットボールにショットクロックという概念がなかったことにある。すなわち、ボールを保持したチームは、シュートするまでどれだけ時間を費やしても構わなかったので、ある。NBA が人気獲得に苦戦する最大の理由がこれであった。一旦リードを奪ってしまえば、あとはひたすらボールをつくことだけに時間を費やす。試合内容に観客が熱狂するはずがなかった。 ただでさえ低い NBA の人気はこのつまらない試合のためにさらに低下していくこととなった。6チームが解散したためプレイオフの方式がまたもや変更された。各デビジョンから上位4チームにプレイオフ出場権が与えられ各デビジョンごとにトーナメントを組み勝ち残った2チームでファイナルを争う。1回戦は3戦2勝制、デビジョン決勝は5戦3勝制。 ファイナルは7戦四4勝制である。アーニー・ライゼン、ボブ・デイビス擁するロチェスター・ロイヤルズがミネアポリス・レイカーズの3連覇を阻止し、初優勝を飾る。後のサクラメント・キングスであるロイヤルズの2008年現在まで唯一の優勝であり、長期にわたってリーグを支配したレイカーズ時代に風穴を開けた価値ある優勝だった。ファイナルはロイヤルズが先に三連勝し、 その後ニューヨークニックスが3連勝してシリーズをタイに戻したため NBA 史上初となる第7戦に突入した。第7戦は前半に17点のリードを奪ったロイヤルズの一方的な展開になるかと思われたがその後ニューヨークニックスが猛反撃を見せ試合終盤には2点差にまで詰め寄った。しかし最後はボブ・デイビスが得たフリースローを着実に沈め 79から75でロイヤルズが勝利した。ありがとうございます。